こんにちは。体の枝10万円勝負です。今日は2021年の12月24日を2時間ほど過ぎてしまいましたけど、見ていきたいと思います。現在の枝コインの値段は 163.7 ということで、160円台ということで一安心ですね。はい、こちら1時間足ですけど、170円を、朝、お昼ぐらいにつけたんですね。で、その後落ちてきて、で、また反発して168円まで行ったんだけど、また落ちてきたということですけど、昨日までのね、ここの150円ぐらいを天井にしてたことを考えれば、非常にね、いいところで、ちょっととどまってくれてるかなと思いますね。まあ、この後またね、150まで落ちてくるのか分かりませんけど、まあ、一旦ここまで上がってくれたということで、はい、今日足に変えましたけどね、こうぐーっと上がってきて、まあ反発してね、落ちてくるのは、まあちょっと少しぐらいはね、許容範囲かなという感じですよね。はい、ではツイッターの方見ていきたいと思います。はい、コーヒーさんですね、ナスダックのメディアで現時点のカルダノに関するフラットの分析が紹介されていますということで、ちょっとこちら日本語訳してくれてるんで、ちょっと見ていきたいと思います。はい、ナスダック記者が語るカルダノの投資の価値とはと、22日付でナスダックのウェブメディアでカルダノに関する分析が配信されました。現在のカルダノの開発状況やパートナーシップを考慮しながら、投資対象としてどのように評価するべきなのかがコンパクトにまとめられた良い記事です。本稿ではこの記事を分かりやすく翻訳し掲載しますと。はい、カルダノは現時点でスマートな投資対象かと言いたいですね。はい、そして、バリュープロポジションということで、概要がね、ずるずるずるっと書いてあって、まあ、ここは大体皆さんご存知なことかなと思いますので、ここの投資対象としての考え方っていうところに行きますね。カルダノは他の暗号通貨よりも投機的な賭けであるということは否定できません。しかし、学問的な見地から開発チームがスマートな成長戦略を実行しています。カルダノが驚異的なスケーラビリティの実現を果たすことができれば、このプラットフォームは数年後、DApps ビルダーやDeFi投資家にかなり人気が出る可能性があります。その場合、カルダノブロックチェーン上のサービスの採用が増えることで、取引手数料が増加し、基盤となるADAトークンの需要が増えることになります。それは、時間とともにその価格を上昇させることになるでしょう。同様にADAトークンを所有することで、ネットワークのステークホルダーになることができます。自分のステークプールを立ち上げて、取引の検証やブロックチェーンの安全性を高めることもできるし、既存のステークプールに自分のトークンを貸すだけでも報酬が得ることができるでしょう。まあ、ここは、ちょっと、あれですよね、ステーキングの委任のことを言おうとしてるんでしょうけど、ちょっと貸すっていうとちょっと違いますけどね。はい、なのでちょっとここの記者の方もね、ちょっとまだよく分かってないという感じでしょうかね。もちろんこれらはすべてカルダノが必要なスケーラビリティを達成し、DApps の開発者とユーザーの両方が採用することが条件となります。しかし現在4000ものプロジェクトが進行中であることから、数年後にカルダノが活発なエコシステムになっていることを想像するのは大げさではないと言えます。だからこそ暗号資産はこの暗号資産は賢い長期投資のように見えるのですということです。まあ、これを、まあ、ナスダックということなので、まあ、一般の、ね、投資家が見ているよということですよね。はい、ダウさん、ジェド、ステーブルコイン情報ということで、ステーブルコインのローンチが近づいています。現在のジェドプルータスの実装、オラクル、為替レートの提供、複数注文の同時発注、保留中の注文キャンセル、ステーブルコイン、リザーブコインの鋳造、還元に関する使用コントラクトが実装されましたということで、まあ、ステーブルコインになればね、本当にエコシステムの拡大ということがね、もう本当にどんどん広がっていって、まあ、こういうのがさっき4000のプロジェクトって言ってましたから、はい、まあ、そのうちの一つでもありますけど、他にもいっぱいあるんで、はい、エコシステムの発展といえば今日この記事ですよね。記事というかツイート、ビビさん、日本初新規プロジェクト、ポイントシステムを活用した持続可能な循環型地域活性化システム、将来的にはカルダノのコア技術とともにジェドアタラプリズムの導入も視野にと、日本にとって喜ばしいことです。経済モデルも素晴らしい、負債がないということで、何を言っているかというと、このシポさんの発表ですよね。2022年、ポイントシステムを活用した持続可能な循環型地域活性化システムがカルダノで始まる。2022年度にカルダノから日本初新規プロジェクトをスタートさせる準備を整えることができましたということで、もう準備を進めてきているということですよね。はい、こちらシーポーさんのホームページですけど、カルダノエコシステムに日本初プロジェクトをと、そうした中、2021年シティオンも
日本の体のエコシステムの発展に貢献したい、何か日本から新しいプロジェクトをスタートできないかという考えから様々な可能性を探ってきました。22年度に体のから新日本初新規プロジェクトをスタートさせる準備を整えることができました。今回は来年の抱負とともに一部のこの活動についてご報告させていただきますと。ポイントシステムを活用した持続可能な循環型地域活性化システム、具体的には大手航空会社でマイレージを活用した異業種交流ネットワークシステムを作り上げた西川氏が代表を務める株式会社サイモンズと連携します。同社は現在そのポイントシステムを活用した持続可能な循環型地域活性化システムを全国に展開運用しており、観光庁の観光振興施策の一つとしてのプラットフォームに採用されています。今般この独自かつ先進的なシステムを体のプロトコル上に移植し、すごいですね、斬新的でより地域貢献が期待できる新プロジェクトとして展開することになりましたと。西川氏の長年培ってきたポイント業界でのリーダー的存在感と、これまで多大な貢献また豊富な経験を生かし、ポイントシステムの有用性をさらに発展させる新プロジェクトは、現在地域のコミュニティマネーおよびアプリケーションシステムを大きく変貌させることでしょうと。はい、もうちょっと読ませてもらいますね。すでに地方自治体に導入が進められている持続可能な活性化された地域社会づくりと、同社の取り組みは独自のマーケティング思想により、すでに多くの地方自治体に導入が開始され、大きな注目を持って展開されています。また2022年にはさらにより多くの自治体が参加する予定にあり、西川氏が描く持続可能な活性化された地域社会づくりは独自のビジネスモデルにより、他のポイントシステム提供企業やプレイヤーには真似のできない一線を画す展開を繰り広げていますということですね。はい、CSR、ASR、PSR、ちょっとね、聞き慣れないですけど、ちょっと勉強していきたいと思いますが、で、ここからですね、はい、この次の2つが、サイモンズの独自性かつ先進的なプロジェクトをカルダノで、この度同社のシステムをさらなる持続可能性と領域展開、ポイントの経済圏の拡大と発展が可能であるとの考えから、ブロックチェーンを活用した新プロジェクトを展開することになりました。 DApps の開発が可能となったカルダノの持続可能性とネットワークの比類なき安全性に着目し、実際にカルダノプロトコル上でのトークンエコノミーの導入と展開を行うためのトークン設計、 DApps 開発、カタリストなどの資金調達、 IOH からの技術支援要請などの協議もスタートさせています。2021年の終盤において、カルダノエコシステムはいよいよ具体的な経済活動の準備と基盤が整いつつあります。2022年の初めには世界中のカルダノから多くの DApps プロジェクトが立ち上がるでしょう。当然日本からも多くの新規プロジェクトが立ち上がることが期待されますと。はい、今回の新規プロジェクトはカルダノプラットフォームを活用し、ポイントシステムによる新しい経済圏及び特恵ノミクス、トークンプラスエコノミクスの創出を目指していますということですね。はい、そしてまたこの2つ目がすごいですね。シトン、かっこシポと株式会社 ZZZ ユータ氏がチーム結成と、シトン、シポさんと株式会社 ZZZ カルダノアンバサダーのユータ氏がチームとして株式会社サイモンズに協力する形でこのプロジェクトを全面的にバックアップ、導入のためのサポート活動をしていますということですね。ユータさんとシポさんが組んだということですよね。はい、今後の予定としては、2022年のできるだけ早い段階にこの日本初新規プロジェクトを立ち上げる予定です。体のコミュニティの皆様から温かい支援を得るべく、プロジェクトの情報や進捗状況などの提供、また体のエコシステムにおける他のプロジェクトの連携などを進めていきます。将来的には体のコア技術とともに、ゼノ・アタラプリズムの導入も視野に開発も進め、アップグレードを行うことも検討しています。皆様の温かいご支援を賜れますよう、積極的に活動していきますので、何卒よろしくお願いいたします。ということで、さらにありますね。プロジェクトの情報や展開状況は、2022年早々に公式のブログとサイトを開設し、正式に情報を発信していく予定ということなので、非常にすごいことになっていくかもしれないですよね。まあ日本でもいろいろ、すでにもう活動もありますけど、ここの、こういう地方活性を全国にやっていて、また、どっかの、どこだったか。はい、こうですね。観光庁とかね、省庁とも連携してて、全国での自治体とも連携してるということで、ここをしっかり形にしていけばね、もう、
来年度、2022年度にもう全国にカルダノンがね、地域に知れ渡るということですよね。まあ、ここと、まあ、キッタムと関係あるのかちょっとまだ分かりませんけど、もうすでにキッタムは四国でね、やろうとしているので、そういうのがどん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 広がっていけばいいなと思いますし、もうカルダノンブロックチェーンじゃないブロックチェーンはね、いろいろいろんなところでそういうふうに、もう動いているので、まあ、そこと、ちょっとどうなるかな、まあ、すぐには連携はできないでしょうけど、まあ、そういう形で、とにかくまずはね、ブロックチェーンを使った地域活性化っていうのが、まあ、日本中で来年起こってきたらすごいなと思いますし、まあ、これ聞いていただいている方とか、他のカルダノンコミュニティの方も地元でどんどん広げていけば、すごいことになりますよね。はい。ちょっと楽しみにしたいですし、もうね、2022年の初めからホームページを作ってどんどん活動されるということですので、注目ですよね。はい。ありがとうございます。応援したいですね。はい、では値段に戻りまして 162.87 円ですね。はい、14,012.9×162.87 で元本が10万円ですので計算しますと218万2,281円のプラスということになりまして、はい、2,182.3% のプラスということになりました。今日もご視聴いただきましてありがとうございます。失礼いたします。